フィローネで戦っていた者たちのリーダーはラナという名の少女でした。ラナは魔物を操り、ハイラルを襲ったシアという魔女と同じ一族の魔女で、シアの悪事を止めるために魔物たちと戦っていたのです。シアは伝説の力トライフォースを集め、その力で世界を支配しようとしている。そう聞いたリンクたちはラナたちと一緒にシアと戦うことを決めます。フィローネの森にいた魔物は倒しましたが、ハイラル王国の大半は依然として魔女シアが支配を強めていて、魔物の数も増え続けていました。たとえゼルダがいなくても、できる限りのことをしなくては。そう考えたリンクたちは、魔物たちが召喚されているという転生の扉を閉じるために、そして悪しき魔女シアを倒すために、魔女の谷へと乗り込んだのです。
Nick!
力のトライフォースは魔女が、勇気のトライフォースは勇者が、そして知恵のトライフォースはハイラルの王女が持つとされていました。けれども持っていたのはシークでした。魔女シアはリンクとシークを罠にかけ、すべてのトライフォースを手に入れると、その強大な力で時空を歪ませ、ハイラルに異次元の世界を出現させます。新たに現れた異次元世界は3つ。ラナによればそれぞれの世界で転生の扉が開かれ、次々と魔物が召喚されているとのことでした。シアは魔物の召喚によって闇の気配を強め、かつて異世界に封じられた邪悪な魂のかけらを解き放ったのです。これ以上事態が悪化すればハイラルから希望の光が消えてしまいます。まずは一刻も早く転生の扉を閉じて魔物の出現を食い止めなければ。手分けをして戦おうと決めたリンクたちは無事に戻ってくることを誓い合い、3つの異次元世界へと散っていったのでした。